はいどうも、百均です。今回はダイソーへ行ってきました。今日気になった商品こちらになります。ヌードルカッタージョセフジョセフっていうのがありまして、こちらあのシールキャンペーン購入できる商品なんですけど、今こっちは関西地区なんで、シールキャンペーンの対象がこのジョセフジョセフキッチングッズになってます。このねダイソーさんのキャンペーン、現在まあ住んでると地域によって対象商品異なってるみたいで、今ここだとこの商品ジョセフジョセフ扱ってるのが富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山ということですね。この辺りの地域だと今このシールキャンペーンで購入できるのがこのジョセフジョセフっていうブランドの、はい、商品になってるということです。で、まあ、この中でね何種類かあるんですけど、まあ、一番個人的に気になったのがこのスパイロベジヌードルカッターというものだったので、こちらを、シール33枚で、660円で購入できるということです。これね結構ねこれ660円で高いなっていうちょっと印象を受ける人もいるかなと思うんですけど、これあの公式サイト見ると定価がね2200円なんです、この商品で。これがダイソーさんのキャンペーンでシールを33枚集めると660円で買えるということで、これかなりお得なんですよね。昔もね何度かあのこのキャンペーン利用して購入してるんですけど、いろんな商品あのパッと見はねちょっと高いんじゃないのって、まあ、ダイソーで見るから思ってしまうんですけど、まあブランド品っていう形でこれが、まあ、安く買えるということでね、それに気づいてからはねしっかりこのシール集めるようにしてます。キャンペーンで結構気に入ったものは購入してる感じですね。でねシールね別にあの地域とか限定じゃないと思うんですよね。きっと全国的にシールはやってて、交換できるのが対象のお店が地域だったりするんで、結構移動すること多いんで、地方とかの方にね田舎が別にあったりする、そのタイミングで、まあね、別の商品に交換したりとかっていうのもできなくはなさそうですね。ということで、まあせっかく、まあ本当はね、こうキャンペーンって結構いろいろあるんですよ。今、キャンペーンの用紙もらってきたんですけどね、こんだけ、今、地域だけでいくと、ね、まあ24枚で、この調理用のザルが220円、25枚で折れるまな板440円。はい、で25枚で、ニンニクつぶし、はい、で今回買ってきたこのベジヌードルカッターが33枚で660円、あとね43枚で770円のこのミニグレーター&スライサーっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとこっちはね別にいいかなと思って、はい、とりあえずもう33枚たまったんでこちらを購入してきました。このキャンペーンね、ほんとお得なキャンペーンだと思います。これね、特別価格で。これね、地域によって違うんで、まあ今さっきも言ったようにね、この先ほど紹介した地域は今このジョセフジョセフ。あとね、場所によっては結構いろいろあるみたいですね。こうダイソーさん、4つのエリアに分かれてるみたいで、うち今ここですね、中部、北陸、近畿エリア。こちらが今このジョセフジョセフの商品ですね。これが、こちらの中部、北陸、はい、その他にもね北海道、九州、沖縄、こちらが今ピーターラビットのぬいぐるみですね。で関東エリアはナイフですか、ね、フルーツナイフとかのこういう包丁で、もしくはこのテディベアですかね、うん、なんかこのぬいぐるみになるみたいです。東北、新潟、中国、四国エリア、はい、こちらはピーターラビットの食器ですねと交換できるということですので、1月15日までということで、まだ結構期間ありますから、まあ、この中でね自分の地域で気になるものを交換したらいいんじゃないかなと思います。結構ねこれローテーションしてる気するんですよね。この景品の4つまた自分の地域でね気になるものが来た時に、はい、交換できたらいいなと思ってます。はい、ということで、まあ、こちらのねヌードルカッター、まあ、ちょっと一度ね、なんか3種類ぐらいここに書いてますけど、刃が、ね、ここにこう分かれてるみたいなんですね。だから種類がいろんなタイプができるみたいなの
で、まあ、ちょっとね試してみようかなと思います。はい、じゃあ実際ねちょっとヌードルカッターを使ったどんな風になるか台所の方に移動して、はい、実践してみたいと思います。シャッキリ、今ちょっと実際にね、まあ、人参使ってそれぞれ3種類ヌードルカッター試してみたんですけど、大きさがね合えば綺麗にできそうな気もしますし、まあ、小さいものだったらね細切りにするんだったらこれ結構こうぐる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 回ってスライサー的なものでね細切りしようと思うとやっぱりこうシュッとスライドさせるだけなんで長くはならないんですけど、これずっとぐるぐる回すんで切れることがね、まあ、うまくやれば切れずに長いヌードル状の野菜が作れます。でこれ全部ねここに溝がありますので突起凹凸があって、これがこう全部ねはまります。はい、なのでまあ使わない収納時はこの状態にして保管して、使う時に必要なカッターをね、必要なブレードの部分を使って、まあ、必要なサイズの、まあ、ヌードルカッターという形で使用することができる。で、まあ、さっき使ってた時もそうなんですけど、これここのね上のねこのホルダーの部分っていうんですかね、ここが回るんで、ね、しっかり押さえて、ね、ここに挟まりますから、こいつ自体は回るんですよ。で下こいつは回らないんで、まあ、どっちかですね。個人的にさっきやってた流れでいくと、もう上をしっかりグッと押さえて下を回した方がやりやすかったのはやりやすかったんですけど、まあ、これをグッと押さえて上を回せば、この上さえ上が回ればね、ここの部分しっかり差し込んでしまえば野菜は動かないので、この状態でこの上をここを回せばね野菜が回るんで、まあ、こちらのブレードにどん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 当たっていく、そんな商品になってる形でした。そうですね、まあ、こちらはねやっぱキャンペーンの商品なんで、実際にねジャンコード、まあ、販売されてる、実際にこのジョセフとして販売もされてましたから、お得に買えるということで、今回あのダイソーのシールキャンペーン、こちらで交換、まあ、交換というかね安く購入してきたこのヌードルカッターをご紹介しました。はい、他にもねいろいろ、まあ、キッチングッズ、まあ、これは関西地区とか北陸の方ですかね、東海関西北陸の方が現在交換対象の商品になってますので、まあまあこちらが気になる方は、はい、シールを集めてお安く購入していただいたらいいかなと思います。で、まあ、他の地域の方はね、自分のお住まいの地域のシールキャンペーンの対象商品が何かによるんですけど、4種類のシールキャンペーンの対象グッズがあるようです。気になる方はダイソーさんのホームページ見て、ご自分の住んでる都道府県確認して、現在対象商品が何なのか見てもらったらいいかなと思います。
こちらのシールキャンペーン、お得な商品も結構ありますので、結構ダイソーを使う方は活用した方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。